熱海に来るときはですね、そのまま東海道線で、まあ、1回大船で寄り道はしましたけど、伊東線紀ノ宮まで行って、まあ、ちょっと熱海まで戻ってきたんですが、今度はねまた東海道線で同じように戻っても面白くありませんので、この熱海から 1,2,3,4,5 駅先の小田原で降りて、そこから小田急に乗ってね帰ろうと思っております。で、小田急はグリーン車もいいですけどね、JR のね次の5分発の籠原行きで、まあ、これはまあグリーン使う必要ないんでね、30分ぐらいなんで、それで小田原に行って、でそこから、小田急ロマンスカーで新宿まで向かう予定にしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ですね、在来線が17時5分だったんです。で新幹線がね17時2分発だったんです。でホームの状況を見るとこの時間帯ということもあって学生さんが多数いらっしゃったんですね。で新幹線の場合次の駅小田原までの1駅区間だけなら、870円プラスで行けますんで、まあ小田原までね10分ぐらいだとは思うんですけど、ちょっとねあまりにも混雑した車両に乗るのは怖いというのもありますんで、新幹線に乗っちゃいます。はい、熱海は東海道新幹線の中でも唯一対比線がない駅として知られております。東京方面にああいうふうにトンネルがあって、また新大阪方面もすぐにトンネルがあるんですが、このわずかな地上に出ている区間もカーブになっているので、185キロの制限でしたかね、そういうのがかかっております。なのでビュンビュン飛ばすような感じではないです。バット捨てたのはねいいんですけどね、なんかいらん気まで捨ててないか、大丈夫か。このあと東京方面、まあ、東京行きののぞみ号か光号も通過していきます。その5分後にですね乗車するこだま号がやってまいります。まもなく7番線を電車が通過します。危険ですから黄色い電磁ブロックの内側までお下がりください。A train will soon pass by on track number 7. Please stay behind the yellow line. できましたね。LED の幕が、まあ、表示が黄色の種別だったんでのぞみ号です。やはりね他の駅に比べたら、まあ、早いんですけどそこまでビュンビュンって感じではありませんね。ということで17時2分発のこだま号で次の駅小田原に向かいます。
普通車の足元ですが、普通列車のグリーンよりも広いです。さっきね17時2分に乗ったんですよ。で僕の時計が約5分進んでるんですけど、在来線で小田原まで移動すると30分ぐらいかかるんですが、わずかね 5、6分ぐらいで小田原着いちゃいます。やっぱ新幹線ってすごいっすね。これ発明した人ってやっぱりノーベル賞とかそういうレベルでしょう。ちょっとの間ねうとうと仕掛けちゃったのもありますんでね、小田急に乗ってもひょっとしたらこうと撮影し、まあ小田原乗る前ともちろん新宿着いたあたりはね撮影しますけど、途中は分かんないですね。そこら辺お約束できませんのでということで、あっちゅう間に小田原に着いてしまいました。新幹線のパワー恐るべしです。小田原から乗ってこられる方も結構いらっしゃいますね。小田原に到着いたしました。でここから小田急に乗り換えるわけなんですが、何分で着いたんですかね。まあ、実際小田原から次の新横浜まで行く場合に途中で横浜線に乗り換えてというような面倒があったりしますので、まあ、東京に行く方ももちろんいらっしゃいますけど、割と小田原から新横浜までの需要もそれなりにあるとは聞いております。今の時間がですね17時8分なんです。なんで熱海を17時2分に出ましたんで、熱海から小田原の間は6分で着きます。でただこの後熱海って通過待ちができませんので、後ろを走ってきているのぞみか光にね追い抜かれるということがありますんで、小田原で5分近く止まるようです。おお、パンタグラフがね今画線にスパークしてたんです。ちょっと映せなかったのが残念でしたね。ということで小田原に到着いたしました。ここから小田急に乗り換えます。株主優待券持ってればね、新宿まで普通運賃540円で行けるんですけど、まあ用意してなかったんでね、特急料金と合わせても1700円ぐらいじゃないかな。大体そんなもんです。きっとそれぐらいです。ということでここで JR とはお別れなので、あとはですね小田急で新宿、それから新宿からは西武になりますからね、また小田急に行ったら撮影します。新幹線ありがとう。